話す気になったか。はい。3年前、ショーのアドデック9の人体実験で患者を殺した。あんたはいつそれを知った？アドデック9の記者会見のすぐ後です。ショーの本人の口から直接。あの時のことは今も思い出すと体が震えてきますよ。あいつへの怒りで。アドデック9が有効なのは今のところマウスに対してだけです。そりゃ分かっている。でも人体にだってきっとうまくいく。いえ、そうはいきません。何なんだ、めでたい記者会見の後だぞ。今日ぐらいそんな話いいだろう。本当にお前は無粋というか仕事バカというか。今日の会見には一ノ瀬事務次官も喜んでた。うちは閉鎖どころかでかい予算が流れ込んでくるぞ。あとはお前がもう一頑張りして薬を完成させれば。現段階でアドデック9の臨床試験を行えば被験者はまず間違いなく死にます。なんだと？なんでそんなことが断言できるんだ？大久保新平は無実なんです。あ？急に何の話を。あの判決通り彼はうちの入院患者を殺してなどいません。患者を殺したのはアドデック9なんですから。どういうことだ？あの事件はアドデック9の人体実験だったんです。私の独断で投与しました。なんだって？私は世界が待つ新薬を一刻も早く試したい一心で。投与した途端に恐ろしい悲鳴が上がりました。私はその口を両手で必死に押さえて。じゃあ君があの老人を。なんでそんなバカなこと。じゃあどうするんだ。今日あんな華々しい会見までやってアドデック9をぶち上げたんだぞ。それも私の名前でだ。今日会見しなければこのセンターは閉鎖だったはずです。なんで事前に何も言わなかった。言えばあなたは逃げたでしょう。会見は行われずセンターも閉鎖。世界を救う新薬もお蔵入りだ。でも私はアドデック9を作るために人生を研究に捧げてきたんですよ。私には関係ない。なら私は降りる。心配ありませんよ。え？協力してください、木戸先生。アドデック9が無事に完成しさえすれば何も問題はないんですから。そしてあなたはその開発者として名誉を歴史に刻み、富も手に入れられます。でももし今事実をぶちまければ私もあなたも破滅するしかない。失うものが大きいのはあなたの方です。ショーノ、お前は。ショーノが打ち明けたのはそれだけ？まだ他にもあったろ。ショーノは他にも人を殺してる。大久保新平を殺人鬼に仕立てるために、その寺沢恵美を殺したとも。
やっぱり知ってたんだな。おい、くそ、まだ話が済んでない。後にしろ。その後は何があった？正野が寺沢恵美を殺した後。あんたたちはもう全部わかってるんだろう。副署長の橋木を始末したな。私がやったわけじゃないって。橋木はアドデックナインの弱みを嗅ぎ回ってた。正野やあんたにとって目障りな人間だ。ただそれを何とかするには助けが必要だった。アドデックナインを守ることで利害が一致する味方、それが誰かといえば。厚労省の一ノ瀬だ。創薬センターを厚労省の天下り先として育て上げた官僚のトップ。そうです。私と正野は一ノ瀬さんに全てを打ち明け、助けを求めました。あの人は政治の表も裏も知り尽くした剛腕で有名でした。私と正野は意を決して、人体実験で患者が死んだことも寺沢恵美のことも打ち明けたんです。すると一ノ瀬さんはそれら全てを隠蔽し続けると即決してくれた。何があってもアドデックナインとその利権を守ると。だから橋木の口を塞ぐことにも躊躇はなかった。もともと一ノ瀬さんは橋木が梶平のスパイということも知っていたんです。その一ノ瀬の手配で羽村と黒岩が殺し屋として雇われたのか。ったく、クズがクズを呼ぶって感じだな。橋木が死んで、あとはアドデックナインさえ完成すれば全てが丸く収まるはずでした。しかし臨床試験をして、もしまた人が死ぬようなことがあれば、新薬の完成は夢と消える。そしてセンターの存続もなくなり、それまで払った犠牲も全て水の泡になる。何言ってんの。犠牲を払ったのはあんたらじゃないだろ。あんたらが一滴だって自分の血に流したかよ。話続けてくれる。手をこまねいていた私とは対照的に、正野は積極的でした。彼はこう言いました。アドデックナインを完成させるためには、実験の失敗を恐れてはならない。そして成功するまで実験を続けるべきだと。さらにアドデックナインの開発を早めるため、正野は極秘の人体実験ができる仕組みが必要だと言い出したんです。仕組み？もしアドデックナインがまた人を死なせてしまっても、それを隠せるなら危険を承知で何度でも実験は繰り返せる。つまり実験台の確保とその始末が速やかに行われる仕組みです。それができれば薬は必ず完成させると。それで凶霊界のヤクザたちを実験台に。一ノ瀬さんは正野のその希望を全面的に聞き入れたんです。私は正野が必要とする裏金の調達役でしかない。創薬センターには厚労省の予算が流れ込んできました。それを使って正野は神室町に秘密のラボを作らせたんです。秘密のラボ？人体実験はそこで行われてます。そのラボは神室町のどこにある？いや、細かい場所までは。私は正野と一ノ瀬さんの話をなるべく聞かないようにしていて。そこが殺しの現場だ。
凶霊界のヤクザたちは全員その場所で殺された。そこになら何か証拠が残ってるはずだ。おい、本当に場所知らねえのか。黒岩刑事ならもちろん知っているはずです。あんたと違って口を割る相手じゃない。それならラボの設置を指揮した人物がいます。誰なの？一ノ瀬さんの部下で、名前は石松。その名前確か羽村も言ってたな。殺しの仲介人だ。そいつはどこにいんだよ。神室町のミレニアムタワー、あの中に厚労省の支局分室があるんです。今夜はそこにいると聞いてます。何？支局分室って？ショーノのラボを管轄するためだけの部署です。表向きには存在しません。看板だって違う名前で出てます。そんなのがカムロ町に？まあとにかくよ、石松はラボの場所がわかるわけだろ。なら話は早い。ええ、また裸に向いて聞き出すんですね。いや、それよりいい考えがあるよ。ん？まずその石松さんを秘密ラボに向かうように何とか仕向けるので、僕らはそれをミレニアムタワーからこっそり尾行する。なるほど、石松に直接道案内させるってことか。でもよ、どうやってそいつをラボに向かわせんだ。あ、そこはさ、大丈夫、木戸が石松に電話をかければいい。は？俺らが正野のラボを嗅ぎつけたらしいとか、そんな風にさ、でラボの様子を見に行ってほしいって頼むんだ。それいいんじゃない？私が石松にそんな電話を？せいぜいうまくやれよ。出なきゃセクハラビデオをばらまくぜ。決まりだね。石松の特徴は？年は50代くらいで、グレーのスーツ、小柄で160あるかないか。あ、いつも手袋をしてます。そんなおじさんたくさんいるって。他には？ネットで写真を漁ればわかるかもしれません。石松って名前だけで検索しろっての？いえ、そうじゃなくて、一ノ瀬事務次官の写真を探すんです。多分どこかで石松も一緒に写ってるのがあるんじゃないかと。なるほど、それなら少し時間をかけりゃ見つかりそうだな。じゃあ海藤さんと東はここで軌道を見張っててくれる？おう。僕は？杉浦は俺と石松の尾行、こっそりやんのは得意だろう。まあね。ならすぐに行こうよ、ミレニアムタワーに。石松の写真は見つけ次第お前のスマホに送ってやるよ。ああ、作戦開始だ。もしもし、カイトだ。今お前のスマホに石松の写真を送ったぜ。じゃあな。これが石松ね。で、グレーのスーツに手袋か。ここならビルから出ていく人を見張れるね。ラボの場所を突き止めたらそのまま中に突入することになるけど、準備はいい？なあ、大丈夫だ。海藤さん、こっちは準備 OK だ。木戸に電話をかけさせろ。了解。おう、名演技を頼むぜ、センター長さんよ。聞こえるか、サボ。木戸の電話はうまくいった。これで石松が動くはずだ。よし、あとは石松を見つけて尾行するだけだな。抜かるんじゃないぞ。杉浦もいる、任せてくれ。
戒してるね。ああけど挙動不審なおかげで分かりやすくていい。昔に潰れたラブホだよ。秘密の人体実験をするにはおあつらい向きだね。俺だ、カイトさん。場所、分かったか。それっぽい建物を見つけた。これから中に入ってみ。気をつけろよ。ああ、行こう。あ、うん。暗いな。どうなってんだこりゃ。ねえ、これやっぱ僕らが不法侵入ってことになる？まあな。おい、てめえら誰だ？どうすんの、八神さん。そんなの行くに決まってんだろ。ねえ、奥に人の気配がする。まだ他にもいっぱいいそうだよ。向こうも俺らに気づいた。次は多分武器を出してくる。下手したら銃も。ここの連中は何なの？カムロ町のホームレスだな。それを多分一ノ瀬が金で手なずけた。おい、大丈夫か、ターボ？ああ、でも当たりだ。見張りが何人もいる。ここに何かあるのは間違いないよ。ショーノの秘密ラボか。車でここまで入ればもう人目につかない。死体を運び出したりするのにもうってつけだ。お前らだけで行けそうか？いや、うん、そうだな。真冬に電話してすぐ来るように言ってくれる？警察も一緒にって。あ？なんだよ急に。俺ら今不法侵入中だろ。このままもし秘密ラボがあっても違法に見つけた証拠じゃ裁判で認めてもらえない。それって警官呼べば大丈夫になるもんなのか？いや、警察だって令状がなきゃ捜査は無理だね。なんだよ、じゃあなんで真冬ちゃんに警察連れてこいなんて言うんだよ。そこは俺にちょっと考えがあるからさ。とにかく真冬に伝えてくれる？俺らはラボを探す。わかった。暗いな。待って、明かりも持たずに中に入るのは危険だよ。何があるかわからないから慎重にね。うお、なんでこんなところに水たまりが。しかもこの扉開かねえし。だから言ったでしょ、慎重にって。くそ、この靴気に入ってんのに。急にでかい声出すなよ。こっちがびっくりするじゃねえか。ごめんごめん。さっきから何なんだよ。杉浦、おい杉浦、どこ行った？くそ。杉浦、お楽しみの邪魔するんじゃねえ。あと3分もすりゃこいつは極楽行きさ。大丈夫か？なんとかね。恩に切るよ。よし、それじゃ行くぞ。
それでも食らえ。よし、今のうちだ。秘密ラボだ。なんであんたたち。ショーノ、あんたまで今ここにいるとは思ってなかったよ。タイミングが良かった。杉浦、この部屋をビデオで撮れ。やめろ。今まで目をえぐられた連中はここに連れてこられてた。警察の捜査で何が出てくるか見ものだな。被害者たちの指紋、毛髪、体液、 DNA、 ここにあるのは俺らがずっと欲しかった証拠の山だ。何の話だか。杉浦、どうした？ごめんね、八神さん。今までずっとみんなに嘘ついてたんだよ、僕。何の話だ？元梶平の社員だとか、あれ全部嘘。名前も偽名。八神さんのことも実はずっと前から知ってた。知ってて八神さんに近づいたんだ。僕の本当の名前はね、寺沢文也。寺沢？お前に焼き殺された寺沢恵美の弟だ。杉浦！みんな動かないで。そこのお前、ナイフを捨てろ！早く！殺人未遂の現行犯だ。手錠はいりません。もう危険はないでしょう。彼は心配いりません。事件にするまでもない。いいのか？
別に何も起きていません。しかし検事正、ここを鑑識に調べさせてくれ。連続殺人の現場だった可能性がある。そう考える根拠は？木戸から聞き出した。その程度の理由で勝手な家宅捜査はできません。まず裁判所の令状は出ないでしょう。令状の名目ならちゃんと用意してあるよ。何ですか？不法侵入の現行犯逮捕。つまりここは立派な犯罪現場だよ。封鎖して証拠保全をしないと。八神君。なるほど。ここを調べるためなら逮捕されても構わないと。初めからそのつもりだったんですね。だから藤井君に警官を連れてこさせた。大した人だ。通せ、通してくれ。一ノ瀬事務次官。ここは厚生労働省の関連施設です。勝手な立ち入りはお断りします。へえ、ラブホの管理までやってるんですか、厚労省は。見た目がどうあれ、今ここはアドデック9の研究施設だ。重要機密だらけなんだよこの場所は。それなんですけど、俺が不法侵入したばっかりに悪いね。ここは警察で封鎖を。そうですよね。やはりそうはいきませんね、八神さん。ここで少なくとも4人殺されてるんだ。間違いない。証拠は必ず出る。現時点、博打だろうが今は張る時だ。困りましたね。そういう問題じゃないんですよ。何？ったく、てめえみてえのが本当の税金泥棒ってんだ。まあこいつも考えてみりゃ哀れなもんだ。自業自得とは言えよ。つうか兄貴は相変わらずお人よしっつうか。よ。ここはアドデック9の研究施設とおっしゃいましたよね、一ノ瀬事務次官。その通りです。アドデック9は日本の国家戦略ともいえる研究です。たかが不法侵入でそれをストップさせるなんてありえません。もっと柔軟に扱うべき案件ですね。何？検事さん。ご理解いただけているようで大変助かります。では撤収します。全員速やかにこの建物を出るように。どうかアドデック9を完成させてください、小野先生。今後もうこのような邪魔は一切入れさせません。検事正、まさかあんたもアドデック9の利権に。
あなたもお引き取りを、八神さん。いつから森田検事正まで味方に？アドデックナインには味方が大勢います。何をしたって届きません。ふざけやがって。絶対に諦めねえからな。そうだ、先ほど木戸先生と連絡が取れましてね。今は黒岩刑事と一緒だそうです。何？チンピラに絡まれていたところを救われたとか。もうカムロ町には二度と近づかないでしょうね。